皆さんこんにちは2021年賃貸不動産経営管理士講座説明会始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは今回ですね賃貸不動産経営管理士ってどんな資格というお題でえー、副題として高まる期待新法の 業務管理者とはという副題でですね、えー、私、亀田が、えー、この賃貸不動産経営管理士、えー、これの制度、まあ、その、えー、社会的な立ち位置ですねそれから、えー、それに関する、えー、資格の試験の内容こういったところを中心にね約30分程度ですがお話しさせていただきますのでよろししくお願いします、はい、ではお手元なんですが、えー、こちら。 先ほどのお題と副題が乗ってかっている賃貸不動産経営管理士ってどんな資格、えー、高まる期待、進歩の業務管理者とはというものでですね、約8ページからなるこのレジュメですねこちらには試験の概要それから賃貸不動産経営管理士ねその資格の概要などが、ねえーまあ、説明として載ってかっているものですね、えー、それからもう一つご用意できればということなんですけれどもこちらにですね、まあ、カラーのパンフレットとして、えー、こちらは REC がまあ講座を予定している、えー、その、ね、パンフレットまあ、 えー、今年の試験合格を目指して頑張れる方に少しでもサポートできるかあというところ、ねえー、で、まあ、今回の最後に、ねまあ、少しだけですけど講談の説明させていただきますので、まあ、ご用意できればね、えー、用意くださいませ、まあ、ただし、えーまあ、先ほどのね字面も合わせて。 えこういった形で画面に、ねえー、見せていきますので別に気軽に手ブ,ブラで聞いてくださっても構いません。えーですね、でもしあのレクの各視点で聞いてくださっている方は、ねまあ、パンフレットないしはレジュメなどを用意してくださればと思いますので、えー、よろししくお願いします、はいでまあ、今回お話しさせていただくのは先ほど言った賃貸不動産経営管理士ですね。こ、えー、これれががどういうういい資資格格かかというところですね、えー、それからそらの資格が、まあ 社会においいてどういう立ち位置にあるか、まあ、立ち位置とはどういう職業でどう生かされてるかねどういう仕事をしていくかというところと、まあ、何といってもこれは皆さん一番興味があるというよりもそこが聞きたいところでしょうけれども今年2021年の 試験がどうなるか、えー、どういうふうに実施されるかというところね、えー、その2つ、えー、中心に話させていただきますそして最後にちょっとだけね、えー、資格の講座の説明をね、えー、まあ案内をさせていただければと思いますのでではまずですね賃貸不動産経営管理士、えー、まあどういう資格ですかこれを明確に答えるとなるとかなりまあちょっとしあのー 難しいというかね、いろいろ情報が錯綜しておりますので、まあ、その辺からねちょっとね説明させていただきたいと思いますが、まずはそのレジュメの方で見ていきましょうかね、そちらの、えー、2ページへ進めてください、えー、こちらの2ページ目のですね えーまあ、試験の概要が上の方にあります、これは後ほどまた触れていきますので、その下からですね仕事将来性、この賃貸不動産経営管理士の仕事、その将来性、まあ、こういったところからちょっとね、いくつか抜粋しながら、ちょっと小さな字で申し訳ないんですがね、えー、前提として、この賃貸不動産経営管理士自体は、まあ、平成でちょっと読み書えて申し訳ないですけど、平成の23年、ここからで試験が実施されて、そして、えーまあ、現在に至っておりますので、まあ、約これで10年近くね、さ、えー、てられてるわけです。ただ、まあ 今年の6月15日ね、ね、えー、皆さん聞いている時期はもうすでに6月15日を迎えているかとは思います迎えてないかもしれませんがね、ね、えー、そこにおいては、えー、まあこれもよく、えー、国家資格、国家資格になりましたというところなんですが、まあ、賃貸不動産経営理者もすでに存在する資格で、これはただ民間でね、えー、活用、運用されていた資格が、えー、存在してたんですねそれがですね。 えー、もう一つの職業である賃貸住宅管理業、えー、これがありますその賃貸住宅管理業は、うん、あのまあ まあこの賃貸住宅管理業というのはいわゆるアパートマンションを経営しているたちをサポートして代わりに管理していこうというまあ業界なんですけれどもまあ昔はそれほどトラブルがなかったんですけれども平成に入ってからですねえまあ借り主の方がかなり多様化になってそれこそ今なんかは芸能人であってもねお笑いの人だったりアパート経営するぐらいですからまあいわゆる サブのお仕事であるいは、えーそうですねえー、引退されてからそれから、えー、まあ主婦という言葉があれなんですけどね家庭の仕事をしながらということで、まあ、片手間というわけじゃないんですけれども慌ててやっていくということで、まあ、それこそ昔は、えー、もう賃貸住宅か、えー、まあ経営していこうということがね、まあ、これが狙いでやってたんですが今は副業とサブとして、えー、それからいろんな多様化なのかで賃貸住宅の経営が、ねえー、できた。でそうなってくると それを管理する業者自体もいいいいろろろろ出出てきてき問題点が噴出したんですねそれこそまあ賃貸住宅管理業からすればお客さんである賃貸住宅を経営する人ね、えー、これがまあプロだったのはなかなかね、えー、まあ同じ、えー、まあ立ち位置でっていうことになるんですけれども経営する人たちがそうです、ねえー、経験もなくなりそれからまあ知識自体も非常にね移り得るになってくるとどうしてもまあ一部ですけれどもね、えー、ちょっと ず、えー、まあその立ち位置を利用した賃貸住宅管理業者というのがポロポロ出てきたので、まあ、そろそろ規制していかなきゃいけないんじゃないかという声を受けて平成の28年ですね、えー、ここまでなんですね平成28年に、えー、任意の登録制というのが、まあ、これ国として作ったんですね。ただこの時点では 法律として要求されずにこの賃貸住宅管理業者と、ねえー、登録しておけば、まあ、世の中に3つ、まあ、星マークがついている業者さんというイメージを持ってそれこそ自分らで自助能力で、えーまあえー、活用して、まあ、いい業界になるんじゃないかというのを期待されてその任意の登録制を作ったんですね。ね。その時に合わせて、 賃貸不動産経営管理士ねもしその任意の登録制度を受けているのであれば賃貸不動産経営管理士ね合わせてこの事務所の設置義務これが設けられたっていう立ち位置だったんですねただこの平成28年においては民間の、えー、まあ、資格であることには変わりませんそして賃貸住宅管理業自体も 任意の登録制なので、ね、強制できないので、まあ立ち位きとしては非常にまああの曖昧なところだったね。ただそこから5年たち、えー、今現在じょうどういう状況になっているかということなんですが、ますますその賃貸住宅管理業自体がまあいろいろ問題も噴出してきたので、昨年ですね。平成2年すなわち、えー、2020年なんですけれどもこちらですね賃貸住宅の 管理業務等の適正化に関する法律、えー、長くて舌かみそうで、えー、まあちょっと詰まりそうな <laughs> なるんですがあのいわゆる賃貸住宅を管理する業界これを適正化にしようということの法律これが定まってそして、えー、まあ先行的に、まあ、いわゆるこの管理業界でもサブリース業者に関しては、ね、一部規制を受けてたんですけれども今年すなわち令和3年ですね、えー、この現在と見てください。 この現在において令和3年の6月15日からですねこれから賃貸住宅を管理をしようという業界はえまあもちろん一定の要件があるんですけれども強制的にまあ国の法律上登録が要求されたというところなんですねこれ登録しなければ無登録として捕まってしまいますというところでねまあ法律上強制的に登録制度を入れました。そうなってくるとより 確かに法律を要求されるやっぱり専門家が必要となってくるのがそこで、えー、まあ規定同じ時に規定されたのがこの業務管理者というものですね。で言ってしまえば賃貸住宅の管理業をなりわいとしてやっていこうとするならめにはもう必ずからの登録これが必要となってきます。でその、えー、登録するる、えー、賃貸住宅管管理理業業においてやはり法律的な専門家である業務管理者こ、えー、これは、ねえーまあ、これをね 配置ねこれが事務所ごとに設置が義務付けられたという立ち位置ですね他の資格でいうと、まあ、宅建業で言えば、えっと、そうですね、まあ、宅建業の在りいとしてやる時には、まあ、宅地建物取引これが必要であるというような形で、えー、この業務管理者ねこれが要求されるように 6月15日からなりますもうすでに見ている方の中で6月15日を迎えている方ね、えー、いらっしゃるかと思いますがそれがね、まあ、今年こうなります。となると、まあ、これをもって、まあ、法律上要求されている資格ということで賃貸不動産経営管理者がね、えー、これがまあ国家資格というのだらその通りですね、まあ、今年ちょっとその賃貸不動産経営管理者が取り巻く状況が異なってきますというところで、ね、ところでその業務管理者なんですがいきなり賃貸不動産経営管理者になったんですがその業務管理者になる 1> 1ルートととしてて制定されたののがこの賃貸、えー、不動産経営管理だだ思ってください、あのー、まああえてですね2段階方式にしてるのはですね賃貸不動産経営管理士はもうすでにですね、まあ、民間の資格からするとね10年近くこの歴史がありますので、まあ、いろんな方向性いろんな方面でいろいろ活躍してほしいという中で、ね、あえてちょっと別のまあ名前ですね、えー、これを設けて、まあ、賃貸不動産経営管理士、まあ、これをまあ登録して一定のね、えー、まあ業務経験があればこの 業務管理者として、ね、なれる比較というのは立ち位置になりましたというところですね、えー、聞いてもいまいちピンとかなり来てない方はひ一言二言で言うと、えー、現在において賃貸住宅を管理する業者、えー、これは仕事としてねそこは、えー、まあもちろん一定の要件のもとに強制的に 国家によって、ね、法その登録が義務付けられたというのはね、えー、まあこれは法律によってねでそこにおいて業務管理者というね、まあ、これ、えー、法律上の資格がありますでこれになるための、まあ、法律上要求されてる資格が賃貸不動産経営管理士というふうに考えてくださいですね。はい ただ、賃貸不動産経営管理士はこの業務管理者になるというだけじゃなくてねさすがに経営管理士という名前なのでここその最後の2行目のところですね幅広い専門知識と経験それから倫理観を兼ね、えーまあ、備えた、まあ、資格者、ね、としてね、まあ、その他の面でもやっぱり活躍してもらうということで、えーまあ、特に今年ねこの令和の3年6月15日、えー、これ施行される法律においてね立ち位置が、まあ、これがね確定しておりますという中です。はい で、まあ、もちろん今現在においては業務管理者というね、えー、まあその資格になるための一要件ということになりますが、まあ、ここからはまあいろんな形でね、えー、法律を要求される資格になりますのでどん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 やっぱりね いろんな業務をこなしていくということがなってきますので、まあ、それはまあ未来のことなどで分かりませんけれどもねどん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 んやっぱりねあの賃貸住宅などなどに関連してその立ち位置が非常に要求されていくそういう資格が賃貸不動産経営管理士というふうには考えてください。はいでです、えー、試験に関してですがこれまたレジュメの方戻りますが1ページ目ですね。 でこれも,も,う、えー、もう発表されておりますのでまずは試験日です、えー。今年令和3年は11月21日、えー、日曜日ね、えー、そしてその時、まあえー、午後の13時から15時ということで2時間ですね、えー、そして願書自体は、まあ、ここね、まあ、ここ正確なところじゃありませんけれども8月中旬から6月下旬、えー、までまあまあ 8月の終わりから、えー、9月中の願書を出して試験自体は11月21日に実施されたと思ってくださいで。形式はその下ですね、えー、全て50問で4子択一マークシート方式ですでそれを50問2時間で解く、まあ、一部免除の、えーまあ、講習などなどがありますが基本的にねこの50問これ2時間で解いてそして パーセンテージがどれぐらいかっていうのはちょっと読めないところがありますが上から順番にもしもし20%の合格率をするんだったら上からね20%のところを取って、まあ、点数だけで勝負するというのがこの賃貸不動産経営理士の,、ね、の資格試験ということとなります。で、えー、まあ昨年までは民間の資格ということで、まあ、あるまあとは言いつつ実施団体がある程度ね一緒なところになるので参考までにということなんですが。 こちらが二ページ側の賃貸不動産経営管理士のね試験の概要ということとなります。あ、はいこちらでここはまあ民間資格のね試験の時のものなんですが、方ね五年の中です。ただ平成二十八年ぐらいのところからまあそれそれこそね法律を要求資格になりますよっていうことをまあどん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 そういうね声が高まってきたので、まあ毎年のように増えていって でですね、それこそ5年前は13 1万3,000人の、まあ、申し込み者だったんですが昨年令和2年になりますよね、まあ、3万近い2万9,000人ぐらいの申し込みがありましたっていうところですね。合格者がそれぞれぞ、えー 28年でああれれればばそれから昨年年の令和2年でででといいいううような形で見ておいておくださいですねでこれをどういう基準で設けているかというところそれから本年令和3年にどういう状況になるかっていうところはこれは正確なところはさすがに言えませんというよりも分かりません知りませんこれが分かったらね資金実施団体あるいは国とですねつるんでることになりますのでそういったところはね分かりまないんですがある程度の予測としてね、まあ、ちょっと聞いてみてください。 これ実を言うとですね令和の1年までは、えー、これ試験のか、えー、まあ問題数自体が40問であって、えー、ずっと推移してきたんですねところが令和2年の試験においては令和3年に法律を要求されますよっていう資格ね令和3年から法律を要求されますよということを受けて。 ある程度難しくなるんじゃないかということとそれともうちょっと、えー、いろんなことを聞かなければいけないかということで民間資格である昨年の令和2年においてもこの年からね、まあ、問題数自体が50問に増えたんですねこの、えー、28年それから令和1年までは、えー、40問の、えー、卓越試験だったんですが令和2年、えー、これにおいては50問になりました。そうなってくるとあるとあ程度昨年年令和にに実施さされれた試験ここかから確かに法律上要求される 資格になりますが大きく変わることはなかろうということでもちろん問題数は変わりませんとということねそして合格率なんですが昨年29.8%ですから、まあ、これよりも合格率が高くなるということはあまり想像はできませんけれども、えー、極端に合格率が昨年よりも下がるということも、ね、少し考えにくいのでまあまあ20%台の合格率というふうに考えていただいて結構ですね。 えー、そこののレンジがどのようになるかね、えー、それから、まあじゅえー、申し込み者受験数にもありますけれども、えー、合格者ねでこれはまあひょっとしたら、まあ、今年、ね、6月15日から要求される資格になりますのである程度あの人を生まなきゃいけないっていうこと生まなきゃいけない合格証を出さなきゃいけないっていうことで、まあ、その辺兼ね合いも踏まえてね、えー、これ合格者合格率というのはちょっと読めないところがありますが、まあ、そうですね、えー、難しくなっても20%。 パーセント台、えー、でまあその昨年よりも簡単になるってことはあんまり考えられませんけれどもがそう考えるとほぼほぼ昨年の同様かやや難しめかっていうふうに考えるとね、えー、そうするとまあ昨年と一緒っていうことで大体30%弱ぐらいの、ねえー、合格率と考えて頂ければ結構です。で基準点なんですけれども、えー、令和2年、えー、よりも前のね令和1年までは40点分のまあおおよそ7割程度でしょうかね。 まあそれが50問の試験になった昨年も、えー、当詞祭で大体7割ですので、まあ、今年もおそらく、えー、50問のうちでは、えー、っとそうですね、えー、30まあ5前後っていうふうに考えていただければこれはね、えー、そんなに狂いはないかと思います。まあ、7割取ってくださいよっていうところですね。はい。 で試験の内容自体がどうなるかっていうところなんですが、まあ、昨年の試験の内容を見ると若干雑なところ雑っていうのはちょっと聞く際にどっちでも取れるだろうという文言であったりそれからまあちょっと甘いような、ねえー、問題もあったりそれから ピントがずれてるような問題があったんですがさすがに今年、えー、令和2年に関しては、えー、令和3年に関してはね、えー、まあこれは法律上要求されてる資格ってあるのでもうちょっと精査されてそれから、まあ、要求されてる知識も明確になるようなね、まあ、ちょっと精査された問題がなるでしょう、まあ、そうなってくると逆に、まあ、対策としてはねあ取りやすくなるのかなっていうまあ 考えではおりますね、まあ、いずれにせよ読めないところがありますのでね、まあ、その辺はあまりそこにこだわらずに、えー、とにかくその賃貸不動産経営管理士そのね、えー、まあ過去に実施された試験も参考のもとそれからまあこういった情報ももとね勉強を進めていただければというところなんですね。はいはい、でこれが賃貸不動産経営管理士、まあ、試験自体のね、えー、内容についてでした。でその試験がどういうい、まあ 科目どういう範囲から取材されるかっていうところこれはまあ昨年の試験がかなり参考になりますのでそれがですねずっと言ってくださいま5ページになりますねと5ページに関数字3番目に「賃貸不動産経営監視」。 科目別得点戦略としてありますこれあくまでも参考ですが2020年昨年の令和2年ですねそれに出題されたその試験の出題数として50問のうちの分類がありますねそれが法令系でおおよそ16問ぐらいでしょうかねそれから登録制度 でこの登録制度は今年から登録自体も法律になったので、えー、法律っていえばくくりでいうとね、えーまあ、この法律系というくくりに入りますが、えー、ここでいうまあ法律に変わったとしても賃貸住宅管理業をどのように登録していくかどういうものが登録できるのかなどなどそれから賃貸不動産経営管理ですねこれがまあ登録どうするのかその登録関係でおおよそ10問弱という形ですね。こ、まあ、ここに関しては、えー、この賃貸、えーまあ 住宅等、ね、これも法律化されたのでその点に関しては少し増えるかもわからないでしょうねそして合わせて、まあ、いわゆる実務業務実務といいますかね賃貸管理業務系としてありますそれがお、えー、およそそうですね、えー、15問から16問ぐらいになるんでしょうかねというところですまあうまくバランス取れて、えー、出てくるところです、はい、それからまあどうしても保全になりますので建築や設備の問題ね、えー、こういったものが 昨年は7問でした。変わらずぐらいのところがね、えー、出てくる。まあ、うまくバランス取れてまあ、法律がっつりの法律がまあ、大体3分の1ぐらい。そして、えー、登録制度が3分の1ぐらい。そして、えー、実務系が3分の1ずつぐらいでね。まあ、建築説明も踏まえてなんですが、まあ、ざっくりバランスとれた形で出題されると思います。まあ、ところでですね。あのー、対策の取りやすさ、対策の基準となってくるのはやはり上。の、 法律系というふうには考えてておいいいくださいというのはですね、まあ、管理実務系の問題あるいは建築設備向けの問題になりますとそれこそどうやってどの範囲から取材されるかわからないというところがあります、えー、のでなかなかですね対策として取りにくいということもありますそれともう一つは、まあ、対策が取れないなりにですねほぼほぼ常識感覚でまあ回答できるので、まあ、この 実務系あるいは建築設備系に関してはどちらかというと勉強している人とがっつり勉強している人でそれほど大きく差が出ないっていうところなんですね。えー、まあ裏を返して言うとそれほどね費用対効果がよろしくないっていうところもあります。だからまあ必然的にこの勉強のねえそのためのやっぱりねえどれぐらい時間かけるかっていうとまあこれはね他の科目よりも抑えていかなきゃいけないところですね。えー、一方 特に今年はこの登録制度なんかがちょっと怖いんですけれども法律系も踏まえてねこちらは勉強、えー、どこまで取材されるかっていうと、まあ、実務経営でもやや、えーまあ、絞って出て、えーまあ、絞られるということとそれとやってなかったらわからないっていうところがありますので、まあ、逆に言うと、まあ、勉強時間しっかりかけていくというれが、 法令系であったり登録制度であったりね、えー、するところです。だからどうしても勉強の中心となってくるところでしょうね。はい。まあ、そうなってくるとこういう不安が出てくるかと思います。は、まあ、私、えー、初めて勉強します。えー、それでやはりねまあ中心となるのが法律系となるとなかなかですねちょっと取っつきにくいところがあります。えー、私こういう立ち位置なんですね。昔々かなり昔なんですけど宅建師の勉強をしててまあその時いいところまで行ったんだけれどもね。 ちょっとその後ね、まあ仕事なんかが忙しくて、えー、まあ、取れてない余剰。まあ、ところがま将来的に竹建氏目指すのもあるし、で、まあ、えー、会社側も近いようなね業務をやってるので、この賃貸不動産経営管理し、えー、考えてますよというところまあ、ありますね。法、え、律、ー、付けって忘れてますが、どういう感じでやったらいいでしょうかね。 というところね、いろいろ不安がありますが、まあ、そこは法律のレックに、ねえー、任せていただければ、まあ、もちろん今までの系統を踏まえてこれから先どうなるかということを、ねまあ、完全に予測はできませんけれどもある程度を予測しつつこういう問題でやってくるんだろうなこういう問題で震えてくるんだろうなということを踏まえてね、やはり講座を組んでおりますので、まあ、そこは私たちを信じてね、えー、講座をうまく利用してくださればというところなんですね。はい。で,です、でで、す。 いつから始めたらいいのかっていうところもあるんですけれどもこれももちろん早いに越したことはありません。でまあ確かに難易度っていうのがですね微妙な位置に足りますがまあ早くから始めればね、まあ、もちろんそれにね越したことないので。 レックの方としてもいろいろサポートできればというふうには考えておりますのでね、はい、そこでそうですね、えー、こちらのパンフレットなんですがぜひぜひ、まあ、是非是非今年せっかくこの賃貸不動産経営管理士を狙うのであればねぜひぜひ自分でいろいろ悩んでやるよりも、まあ、レックに身を投げていただいて身を投げるちょっと変な表現ですけどね、えー、任せていただいて、えー、委ねていただいてねね身を <laughs> 委ねてていいただいてそしてえまあそこでねあの一緒にやっていただければと思いますので。 いくつかちょっと講座があるんですがお持ちの方は3ページ見ていただければね、はい、そしてお持ちじゃない方はちょっと移しますので、えー、合格フルパックとねというのはですね今年から法律上要求されてる資格になりますので持ちの試験の概要は、まあ、昨年から50問になったと言いつつも多少変わってくるでしょう結構がっつりのね、まあ、講座を用意しております。それが 合格フルパックですね、えー、全20回にまあ、演習講座も踏まえてねやっておきますが、まあ、これは初めて勉強される方もそれからまあちょっと前、えー、かなり前まあ宅建師とかねそれからマンション系の資格をやってたということも踏まえてねあのー、まあ多少勉強に不安のある方だったら、えー、委ねていただいてもから始めていただければね、えー、それはまあ入門講座これ言葉の説明からそれからどういうことを勉強していかない,いのかというところから踏まえてそして「 がっつりの,この合格スタンダード講座、まあ、これはいわゆるインプットの講座が全9回にわたってね、えー、全科目にわたって進めていきます。そしてえ過去問の徹底分析講座まあもう分析というもの演習ですね演習しながら分析していきましょうというもの、えー、過去問。まあ 確かに制度自体は変わったんですけれども、えー、過去にもうでにね実施状況がありますのでそこから大きくずれたり、まあ、どこの範囲を聞いてくるかっていうのはその辺は変わらないところかと思いますのでねそういう過去もなんだかんだ言いつつ過去もこれの攻略が一番でプラスアルファはやはりね、えー、いわゆる予想問題などの答ー も踏まえてで最後にやっぱりまとめていく制度がひ、えー、まあ勉強の一つコツなんでね、まあ、それにもとお手伝いできるようにということで論点論点点予想総ままとととめ講座というこでで用意しております、ね、全部で20回ねで今の段階であれば、ねまあ、非常にえ割引なんかが多くて、えー、使い勝手がいいところなんでもしもしね、まあ、一緒にやっていこうという頑張ってくれる方は、えー、確信であれば、ね、そこのまあスタッフなどにえまあ聞いていただければと思います。 さまざまな、えー、学校で生講座、これも担当して、えーまあ、用意しておりますので、ねまあ、東京、まあ、主に東京、それから、えー、大阪県ということになりますが、まあ、それぞれ通えるのであればそれから、まあ、収録自体は私が担当しますが、ねえー、収録講座も踏まえてうまあ、い形で、ね、利用できしていただければなという形で用意しております。そして、そしてさらにさらにその下、ねまあ、受講料なんかも参考までに上げておりますの。の でこのがっつりしたまあ講座の中では比較的まあえー、良心的な値段かなと思いますのでねこれをまあ考え方によるんですけどね、えー、そういうのもったいないから自分でちゃんと逆襲してやればいいっていう方もいれば、うん、僕はこれも 行ってしまえばお金で時間をかね自分で勉強するのがまあ3時間4時間かかるところをまあこういう講座を使えばそれのね3分の14分の1でその勉強量で済むのでね、まあ、そこをまあうまく使っていただければというのもあります、まあ、これは考え方の中ででなんですが、ねまあ、ぜひぜひこのようにしてせっかくね、えー、この私のつない話をまあ聞いてくださったんであれば一緒にね、えー、勉強しようという気持ちになってそして頑張っていただければと思いますね。えーで あの今後の展開この賃貸不動産経営管理士はですね、えー、でもちろん今年から法律を要求されるということでなったんですがやはりねあのどういう立ち位置でどういうふうに要求されてたやっぱりあのそもそも賃貸住宅を取り巻く業界がいろんな形で推移しておりますので、まあ、そうなってくるとやっぱり 取るんだったら今のうち、うんえー、取るんだったら今年しっかり取って、えー、そして、まあ、試験受かってその地位だけもちゃんと持っておいてね今後の展開そして、まあ、今年でいうと特にお仕事されてる中で賃貸住宅管理業ね、えーまあそこに従事されている方とかそれから自分でやろうという方なんかはもう絶対取らなきゃいけないのでそこ2021年令和3年一緒に頑張ってそして、えー、必ずや取るように、えー、サポートしますので。 その点ね、このレクのま講座なんか利用していただいて、検討いただければなと思います。はい、以上にて私の方からね説明は終わりますけれどもね、皆さんはこれから学習あります。そこでま少しでもねサポートできればと思ってますので、よろしくお願いします。では、以上ありがとうございました。